将棋の藤井聡太五冠のファンの方なら誰でも知りたいと思っている内容の番外編13弾を作成しました。2022年の藤井聡太五冠に直接関わる10大ニュースです。さあ最後まで見てください。まず10位です。びっくりな事件が起きました。第1期新銀河戦でフィッシャー超早指しです。1回戦で藤井竜王は田中虎彦九段との対局で、田中九段は引退前の対局です。先手の田中九段は矢倉に構え、後手の藤井竜王は急戦に構えました。うまく指し進めた田中九段が 99% の勝勢で勝利確定になりました。ここで事件です。田中九段は駒台にある銀将が裏返っておいていたためにそのまま成銀として盤上に打ちました。107手目田中九段が禁じ手を指してしまい藤井五冠の勝利となりました。ここで反則負けです。なんと藤井竜王は完全に負け、将棋を相手の反則で勝利になりました。こんなに苦労する棋戦でまさか優勝になるとはこの時に誰も予想できませんね。続いて9位です。第1期新銀河戦の初戦で星を拾った藤井竜王は完全に月も味方にして次に杉本師匠に勝った山猫と美女流二段と対局し千日手の後勝利しました。続いて永瀬拓矢王座に勝った郷田真隆九段にも勝利しました。これでベスト4です。準決勝では早指しが得意な菅井竜也八段に勝利し、決勝では久保利明九段との3番勝負です。ここで2連勝で初代優勝となりました。続いて8位です。名古屋市で指された第81期名人戦 A 級順位戦で佐藤天彦九段を破り、通算300勝59敗勝率8割3分6厘を挙げた。日本将棋連盟によると20歳5ヶ月プロ入りから6年2ヶ月での到達は最年少最速で、勝率8割超えは初めてのことです。これまで300勝目の最年少最速記録は羽生善治九段でした。95敗勝率は7割5分9厘でした。次に7位です。第30期銀河戦で中村治九段、永瀬拓矢王座、豊島将之九段を破り決勝に進出しました。決勝では G ブロックの最終戦で対局した各務太一七段との再戦となりました。決勝では危なげなく綺麗な藤井曲線を完成させて優勝しました。次は6位です。第43回将棋日本シリーズ JT プロ公式戦で初優勝しました。羽生善治九段、稲葉陽八段、そして決勝では斉藤慎太郎八段に勝利しました。賞金500万円を受け取りました。次に5位です。昨年豊島九段から奪取した叡王タイトルを出口若武六段の挑戦を3連勝で退け防衛しました。この番勝負では千日手もあるなど苦戦した戦いではありましたが、最終的には負けることなく防衛でした。次に4位です。2度目の防衛戦となる棋聖戦は挑戦者に永瀬王座を迎えての対局となりました。第1局目で先手番の藤井棋聖でしたが、2度の千日手となり再び先手番でしたが、永瀬王座に体力負けして敗戦からのスタートとなりました。なお2022年度になってから先手番で負けたのはこの対局だけです。これ以後の先手番は全て勝利しています。しかし第2局以降は3連勝で防衛に成功しました。いよいよベスト3で3位です。昨年に続き挑戦者は豊島将之九段でした。第1局目は豊島九段の完璧な研究手にいいところなく敗れた藤井王位でした。しかし2局目以降は完全に立ち直り3連勝をしました。そして防衛のかかる第5局目は非常に難解な将棋となり、いつもの藤井曲線が出てきませんでした。何度かお互いに疑問手を指しながらも形勢は藤井王位が優勢になり、じっくり考慮してさせて勝利につながった結果だったようです。藤井王位が最も印象に残った対局だったようです。
では2位です。なかなか勝ち上がってこれなかった棋王戦でしたが、ついに挑戦者となりました。六冠に向けて前進ですね。準決勝で佐藤天彦九段に負けて敗者復活戦からという厳しい対戦になりました。しかしここから藤井竜王は実力を発揮して伊藤匠五段、羽生善治九段、そして佐藤天彦九段に連勝して棋王の挑戦者になりました。最後に1位です。挑戦者に広瀬章人八段を迎えて、またしても第1局目は広瀬八段の研究手にはまり完敗となった。これでタイトル戦は3回目の第1局目負けになりました。第2局は先手番なので勝利しました。第3局は広瀬八段が工夫して用意した作戦で、藤井竜王は劣勢になりましたが、広瀬八段の緩手が出て、そこから藤井竜王が見事に押し切りました。この対局で広瀬八段は非常に悔やんでいました。第4局は藤井竜王が先手番で勝利で3勝1敗となり、防衛に王手をかけました。第5局目は何としても勝ちたい広瀬八段が粘って勝利しました。初めて2日制の番勝負で藤井竜王は2敗目を喫しました。第6局は藤井竜王が先手番で簡単ではなかったが勝利して防衛に成功しました。これでタイトル11期となりました。2022年の4月以降の藤井五冠の重大ニュースをまとめました。直接藤井五冠に関する事柄です。いかがでしょうか。年が明けて2023年になると王将戦の防衛戦、棋王戦の挑戦、さらに A 級順位戦で名人挑戦ができるかなど興味深いですね。最後にお願いがあります。藤井聡太竜王が八冠になることを期待する方に、今後も藤井聡太五冠に関する情報をお伝えするためにも最後まで見て、忘れずにチャンネル登録とグッドボタンをプチッとお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。